ギデオン・ウェルズ、ギデオン・ウェルズ、ギデオン・ウェルズ、1802年7月1日から1878年2月11日は、アメリカ合衆国の政治家、1861年から1869年まで、エイブラハム・リンカーン、アンドリュー・ジョンソンの両大統領のもとで、第24代海軍長官を務めた。南北戦争において、 南部連合に対する海上封鎖を実施するために、海軍の強化を図り、北軍の勝利に大きく貢献した。またウェルズは名誉勲章の創設を支援し、勲章のデザインを監督した。1802年、ウェルズはコネチカット州グラストンベリーで生まれた。ウェルズはノーウィッチ大学で学士号を取得し、法律を学んで弁護士となったが、間もなく報道の世界に身を移した。 ウェルズは1826年にハートフォードでハートフォードタイムズ新聞社を創設し、編集者となった。ウェルズは新聞社の経営を成功させ、富を築いた。1827年から1835年まではコネチカット集会員議員も務め、政界とも密接な関わりを持つようになった。その後、1835年から1836年まで、 集会計監査官、1836年から1841年まで、ハートフォード郵便局長、1842年から1844年まで、再び集会計監査官、1846年から1849年まで、合衆国海軍食料類局、医局、1856年から1864年まで、共和党全国委員会のコネチカット州代表、 1860年に共和党全国大会のコネチカット州代表を務めた。ウェルズは民主党ジャクソン派としてマーティン・バン・ビューレンやジョン・ミルトン・ナイルズらと非常に緊密な関係を築いた。コネチカット民主党においてウェルズはアイザック・トーシーと対立した。ウェルズは1844年の大統領選挙でジェームズ・ポークを支持したが、1848年の 大統領選挙では自由土地党として出馬したバンビューレンを支持し民主党を離党した。ウェルズは奴隷制度に反対する見解を示し、1854年に新たに設立された共和党に参加した。1856年には共和党の思想を以後数十年にわたって取り入れた新聞社ハートフォードイブニングプレスを創設した。 1860年の大統領選挙では、エイブラハム・リンカーンを強く支持した。そして、同選挙で勝利したリンカーンは、ニューイングランド出身で、論理派の政治家であったウルズを、海軍長官として指名した。リンカーンの大統領当選後、自由貿易と奴隷制を支持する、南部諸州は、リンカーンの政策に反発し、次々と連邦離脱した。 それに伴い南部諸州の士官も一斉に辞職し、合衆国海軍省は混乱状態に陥った。1861年3月に海軍長官に着任したウェルズは、当時の合衆国海軍の艦船の中では、最強と謳われたフリゲート艦砲破綻を南部で孤立したサムター用に派遣し、弾薬、物資の補給と要塞の防衛を命じた。だが不運なことに、 それとは別に、リンカーン大統領がポーハタンをフロリダ州ペンサコーラに派遣する命令を出していた。その結果、サムター要塞は4月12日にポーハタンの支援を受けることなく南部連合から一斉砲撃を受け、ロバート・アンダーソン少佐率いる要塞部隊は撤退を余儀なくされた。サムター要塞の戦いによって開戦した南北戦争は間もなく、 南北双方にとっての総力戦となった。4月19日、合衆国陸軍総司令官ウィンフィールド・スコットは、アナコンダ作戦を立案し、海上封鎖とミシシッピ側の掌握による南部の経済封鎖を提案した。合衆国国務長官、ウィリアム・スワードもこれに賛成した。ウェルズは、経済封鎖の効果の遅さや十分な包囲網を確立できない可能性を考慮し、 小裸に反対したが、最終的には、リンカーン大統領の権限によって実行されることになった。懸念はあったものの、ウェルズは合衆国海軍の再構築に尽力し、海上封鎖で南部の輸入ルートを立つことに成功した。南部は、主要収入源であった面花を輸出できなくなり、経済的に衰弱していった。合衆国海軍は、南部の海岸線、 約3500マイルを完全に封鎖するには至らなかったが、北軍の勝利に大きく寄与した。リンカーンはウェールズをローマ神話における海を司る神にちなんで、ネプチューンという愛称で呼んだ。ウェールズは合衆国海軍の再建には成功したものの、リンカーン政権内での立場はあまり良好ではなかった。ウェルズの反イギリス的な感情はしばしば、ウィリアム・スワード国務長官と対峙。 また、ウェルズの保守的な姿勢は、サーモンチェイス財務長官や、エドウィン・スタントン陸軍長官と衝突を引き起こした。ウェルズは、リンカーン大統領の後任のアンドリュー・ジョンソン、大統領の下でも、海軍長官に任命されたが、戦後復興について、大統領と政策の不一致を見せ、1868年に民主党に加わった。だが、ジョンソン大統領が、裁判にかけられると、 一転して、ジョンソン大統領指示を打ち出し、水面下での妥協を試みた。そして弾劾裁判で、ジョンソン大統領が弾劾を免れると、ウェルズは大統領の人気満了となる1869年まで、海軍長官を務めた。海軍長官退任後、ウェルズは、作家業に復帰し、リンカーンとスワード、1874年など、いくつかの本を表した。 そして1878年、ウェルズはコネチカット州ハートフォードで死去した。ウェルズの遺体はハートフォード市内のシーダー・アヒル墓地に埋葬された。ウェルズの死後、1911年に公表された彼の日記には南北戦争で連邦維持に尽力した人々や南北戦争中に起こった問題に対する独特で興味深い洞察が書かれていた。 合衆国海軍ではウェルズの功績を称えて以下の艦船にウェルズの名が付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。